う意味？ケビンが聖魂空間の起点なの？どうやってここに来たか覚えているか、テレサ・アポカリプス。それは夢を飲み込んで、そしてあなたの導きがあったから。ああ、見ての通り、聖魂空間は一定の条件下で夢とつながる。夢は崩壊の考え方だからだ。それはビシュヌが夢食いできる本当の理由でもある。とても不思議だろ。人類は時間の流れを通して考える必要があるから、お前たちは時間が混乱する夢をなかなか理解できない。私にとっても同じだ。だがそういう混乱が現実以外の空間を作り、とある計画のためにあるドリームキャッチの可能性を生み出した。その状況下なら、たとえ聖魂の力と一つになれなくても、自身の実体を夢と交換し、己の代わりに聖魂を文明の礎石として存続させることができる。最終的にこの地球は聖魂空間に置き換えられ、そして文明もそこから新たな旅を始める。その過程は世界の両端で同時に始まる。虚数側ではそれは最初の聖魂空間、現実側ではそれは終焉の帰る場所、かつての無数の文明の終点だ。それって月のこと？無論だ。言ったはずだろ。月周回軌道にいるお前が真っ先に聖魂計画の影響を受けた根本的な原因がそれにあると。でも月が聖魂計画をスタートさせる一つの地点なら、もう一つの地点は私たちが今いるこの聖魂空間なの？その通りだ。それで天命の新たな主教、お前は何を選ぶ？抗うことを諦め、改めて夢を満喫することもできるし、限界に挑戦して己の成功を覚醒させることもできる。あるいはここが夢とつながってる以上、私がこの地点を飲み込めば成功計画とやらを阻止することもできるのよね。大した勇気だ、テレサ・アポカリプス。だがそうしない方が身のためだろう。私が力不足だから？いや、そういうことを言っているわけではない。より直接的な外的要因が。ああ、やはり彼が来たようだ。急にどうしたの？はじめまして。新たな天命の主教、僕はケビン。ケビン・カスラナと呼んでもらって構わない。ここに来ているということは、聖魂計画について多少なりとも知っているということだろう。今までヨルムンガンドは崩壊に対抗する勢力の敵になることを避けてきた。だから今回は君たちも崩壊に打ち勝つ唯一の道の邪魔をしないでくれ。
崩壊に打ち勝つ唯一の道。漁師の海を出てから僕はずっと君たちを観察してきた。そして虚空板書を通して君たちの歴史も把握した。これまで君たちは多くの努力をし、当時の僕たちよりもずっといい結果を手にしている。しかし終焉と対峙するにはまだ力が足りない。終焉の律者、まさかもうすぐ降臨するの？これは一つの均衡だ、若き天命の主教。少し前にヨルムンガンドに協力したライデン・メイが第十二律者を鎮圧した。それは君たちが全文明と同じ道をたどっていることを意味する。原理的に言えば確かにヨルムンガンドには終焉の降臨を 1,2 年ほど遅らせる方法がある。しかし僕たちがそういった行動に出れば、終焉の律者の性質は一つ前の世代と全く違ってくる。断りの律者から侵食の律者、そしてライデン・メイたちの羽化まで、曲折しながらも今13種の律者による終焉の力は全文明と完全に一致した。それは僕たちが唯一外から内に至るまで把握した終焉の形式でもある。一人目の律者が誕生する前の状況はさておき、今こそ僕たちが聖魂計画を遂行するとき、完全に崩壊に打ち勝つことができる唯一のチャンスがやってきたんだ。それって開演場の時からあなたはずっとチャンスを待ってたってこと？分かりきったことだと思うが、これは唯一のチャンスだ。そしてそれが現れるまでヨルムンガンドはできるだけ聖魂計画の副作用を減らしてきた。でも私の知ってる限り、それは人々の死刑を無期刑に変えただけよ。どう比較するかは君の自由だが、この方法の他に地球の文明に別の道があるとは思えない。僕は5万年前に全てを経験した。そして言ったはずだ、君たちは崩壊のことを何も知らないと。テレサ、君の目には憤怒が満ちているが、それを誰にぶちまけていいか分かっていない。それなら僕が君の品位を試そう。ここはカスラナの聖魂空間だ。どのカスラナの力もここでは完全に対等になる。僕に挑むといい。戦うことこそが問題を考える本当のやり方だ。君たちの言う天命を僕は知っている。君たちは自分の目に映ったものが文明、君たちが代々受け継いできた姿が人類だと思っている。しかしそれは傲慢な妄想に過ぎない。僕たちは草木と何の違いもない。火起こし、焼き畑農業、宇宙に行けるようになったとしても人類はその子供時代からは逃れられない。宇宙ではどんな知恵も存在の仕方の制限を受ける。そ
それは意志で克服できる障害ではない。鳥がなぜ飛べるか知っているか。終焉の隕石が白亜紀に降り注いだ時、自由な鳥たちだけが決められた滅亡から逃れられた。大した意志だ。残念なことに頭も同じように固いようだが。その程度なら私と一緒に一日中考えることになりそうね。遠慮する。頑固すぎる相手にこれ以上話しても時間の無駄だ。テレサ・アポカリプス、終焉の力が含まれた一撃を受け止めるがいい。輝かしい戦績を残したと。しかしだからこそ人々は常に単純すぎる。これが輪廻の中のかけら。他人が作った局面であることを忘れるくらい単純だ。それなら唯一の計画を完遂させる前に、僕は終焉として本物の恐怖を代表としてここにやってきた君に見せよう。僕はただのケビンだ。カスラナは僕にとってもう何の意味もない。スラナの成婚の意思だケビン。私に他の選択肢はない。君は彼女を助けられない。結局君たちは崩壊のことを何も知らない。だがお前も自分の子孫のことを何も知らない。今まで私はお前と同じように冷たい傍観者として機械的に使命を果たしてきた。お前の宿命と彼らの無力を嫌っていた。カスラナの名を失った彼女に出会い、運命の中でがむしゃらに進むその意志に触れて、私はやっと自分の愚かさに気づいた。お前の子孫は誰かの駒でもあってもなくても変わらない命でもない。
彼らを死なせる理由は一つもない。覚悟しろ、君はゴーマとの日だ。結末が来る。その甘さは役に立たない。しかし、それさえも受け入れられないなら、彼らの意志は何の意味もないうめきに過ぎない。これで破滅するがいい。そろそろ君の使命を終わらせよう。決してお前が最後ではない。この無意味な戦いを終わらせよう。ケビン、今何をしたの？それは重要ではない。まず君自身に関心を向けた方が。効果発見。かつて僕たちは全力を尽くし、終焉の前で取るに足りないほどの半日を手にした。結末が来る。短いような長いような時間の中で、僕たちが唯一守れたのは君たちだ。いでよ天下。で、破滅すればいい。ビヨンドジャスティス。結末が来る。ごめんなさい、セシリア。カスラナの力もここでは完全に対等になる。さあ、僕に挑むといい。戦うことこそが問題を考える本当のやり方だ。君たちの言う天命を僕は知っている。自分の目に映ったものが文明、君たちが代々受け継いできた姿が人類だと思っている。しかしそれは傲慢な妄想に過ぎない。僕たちは草木と何の違いもない
火起こし、焼き畑農業、宇宙に行けるようになったとしても、人類はその子供時代からは逃れられない。宇宙ではどんな知恵も存在の仕方の制限を受ける。それは意志で克服できる障害ではない。鳥がなぜ飛べるか知っているか？終焉の隕石が白亜紀に降り注いだとき、自由な鳥たちだけが決められた滅亡から逃れられた。カスラナの聖魂の意志だ、ケビン。私に他の選択肢はない。君は彼女を助けられない。結局君たちも崩壊のことを何も知らない。だがお前も自分の子孫のことを何も知らない。今まで私はお前と同じように冷たい傍観者として機械的に使命を果たしてきた。お前の宿命と彼らの無力を嫌っていた。カスラナの名を失った彼女に出会い、運命の中でがむしゃらに進むその意志に触れて、私はやっと自分の愚かさに気づいた。ケビン、お前の子孫は誰かの駒でも、あってもなくても変わらない命でもない。何が彼らを死なせる理由は一つもない。覚悟しろ。君はゴーマと向き合う。入れよ、天下。ここで止まる。しかしそれさえも受け入れられないなら、彼らの意志は何の意味もないうめきに過ぎない。そろそろ君の使命を終わらせよう。この無意味な戦いを終わらせよう。ケビン、今何をしたの？それは重要ではない。まず君自身に関心を向けた方がいい。その甘さは役に立たない。かつて僕たちは全力を尽くし、終焉の前で取るに足りないほどの半日を手にした。長いような時間の中で、
僕たちが唯一守れたのは君たちだ。結末が来る。悪くない出来だ。5万年前であれば君はあの終焉の戦いに参加できただろう。ただ今の成婚計画に余計な変動は必要ない。そして実力がかけ離れているこの戦いもこれ以上続ける意味はない。これでお別れだ、テレサ。私たちしばらく会ってなかったわよね。挨拶してくれないの、プロメテウス。こんにちは、メビウス博士。私は17号です。この地で再会できたことは嬉しく思いますが、このような自殺行為を選んだ理由については理解しかねます。自殺？あら、あなたからしたらこれって自殺行為なのね。臨時演算の結果によれば、終焉が実行された今、あなたの生命機能は約30分後に完全に停止します。まあそうなるでしょうね。でもそれはあなたにとっても同じことよ、プロメテウス。はあ、私は17号です。メビウス博士、私は AI ですので自分の意思を自由にアップロードすることができます。しかしあなたの場合。なるほど、私にはできない、そう言いたいのね。融合戦士は自らの肉体に大きく依存する形で存在している。確かにあなたの認識ではそうだったわね。残念なことに今は他の型番のプロメテウスたちとは連絡が取れない。そうでなければ成婚計画と第8の神の鍵の共通点について教えてくれるはずよ。私の危ない綱渡りを心配するより、自分が実行する計画に専念した方がいいんじゃない？何しろあなたはあの女がエリシアが切り開いた道をたどって、彼女とは全く異なる偉業を成し遂げるんだから。
たは人類が巨数の彼岸に投げ込むトロイの木馬となり、崩壊に思考という枷をかけ、厄災を人為的に設定した軌道へと導く。それが何を意味するかわかるかしら。人間の思考方式を模倣することができなくなります。ずいぶん軽々しく答えるのね。この星と虚数空間をつなぐ通路、これからあなたが行う侵入によって、そこに無数の平行意識が生まれるの。虚数繰り込み群、メイがつけた名前は知ってるわよね。それらの存在そのものが崩壊が発生する法則を定め、リッチャの力にまつわるあらゆる投影を最大限に固定する。つまりあなたが次の時代における対崩壊戦争の最大の功労者、断りのリッチャをはじめ、彼らが遭遇することになるリッチャは全て私たちの歴史と同じになるの。ただその代価として、あなたの意識も彼らの一員となり、容赦なく飲み込まれる。唯一存在するバックドアが正しく起動されなければ目覚めることはない。でもあなたが呼び覚まされた暁には、あなたもしくは全ての繰り込み軍が死ぬことになるわ。問題ありません。最初から本物の人間の思考を持てるとは思っていませんでしたから。偽物の構造である以上、捨てることを苦しいとは感じません。ゼロ号に比べてあなたのそういうところが気に入らないのよ、17号。それもあなただけの無限なのかもしれないけど。そろそろお別れの時間みたいね。この世界にさよならを告げましょう、プロメテウス。私は17号です。わかってるわ。でもそんな冷たい数字やおぞましい崩壊の意志なんて呼び方よりも、もっと人間らしい名前を